ベルギー王立美術館は、ベルギーの首都ブリュッセルにある美術館である。1801年に基礎が設立され、1803年に正式にオープンして、以来、200年以上の歴史を誇る。ベルギー王立美術館は4つの部分から成り立っている。メインとなる美術館は15世紀から18世紀までの作品を収めた古典美術館と19.20世紀の作品を収めた 近代美術館で2万点以上の所蔵作品を有する。特に、フランドルの画家たちの作品が充実しており、ピーテル・ブリューゲル、ロヒール・ファンデル・ウェイデン、ロベルト・カンピン、ピーテル・パウル・ルーベンス等の作品を所蔵している。また、近代美術館の中には、特にベルギーの芸術家に焦点を当てた、ミュージアム・コンスタンティン・ムニエとアントワーヌ・ウィアーツミュージアムがある。二千九年、 王立美術館の隣にマグリット美術館がオープンした。ありがとうございます。